バラダは準決勝でデニス・リベラを下して決勝し、一方のステファン・タピラートは準決勝、ロシアのアレクサンダー・シモフを下して決勝に進出です。背中が見えるのがトマス・バラダ。これは94年の世界選手権の決勝と同じ。そうですよね、はい、楽しい試合でしたね。有力者は順当に勝ち上がりました。第1ラウンドも残りまもなく10秒になろうとしています。ステファンが様子を伺いますがなかなか入りません。左から今度は左の足蹴りはトマス・バラダ。突き合いから左の足蹴り、もう残り時間ここで第1ラウンド終了のブザーです。トマス・バラダが第1ラウンド攻勢に進めました。ライト級の決勝第2ラウンドに入りました。青い帯小松原田が94年世界選手権の準優勝者。ステファン・タピラート、オランダのタピラートは94年世界選手権のチャンピオンです。第1ラウンド、バラダが非常に良かったですね。終了のか、果たしてどちらに旗が上がるんでしょうか。ちょっと旗のあたりを見ているトマス・バラダ、または赤が2本に